オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。この番組はフランス語学習をメインテーマに、ネイティブに通じる実践的なフランス語表現や日本人学習者が間違いやすい文法のポイントなどをアンサンブル講師が週替わりでお伝えします。本日の担当は大輔先生です。では早速お聞きください。 Bonjour, c'est 大輔 professeur chez Ensemble en français. Comment allez-vous? こんにちは、アンサンブルアンフランセフランス語講師の大輔です。お元気でしょうか？昨日は4月1日エイプリルフールでしたが、皆さんは何か面白い嘘はつきましたか？エイプリルフールはフランス語では皆さんもうご存知、ポアッソンダブリル、4月の魚というんでしたよね。こっそり誰かの背中に作り物の魚を貼り付けましたか？さて、4月といえば、Le Marathon de Paris、パリマラソンですよね。シャンゼリゼ通りやコンコルド広場、ルーブル美術館にバスティーユ広場、バンセンヌの森など、パリを代表する場所を巡るマラソン大会で、ニューヨークマラソンに次いで2番目に規模の大きなマラソンだそうです。1976年の設立以降、1991年の湾岸戦争による中止を除き毎年開催されてきましたが、残念ながら昨年の4月はコロナウイルスのパンデミックによって中止となってしまいました。今年は日にちをずらして10月17日に開催されます。その頃には自由にフランスと日本を行き来できるようになっているといいですね。さあ、そのパリマラソンの申し込み受付が来週の月曜日4月5日から始まります。足に自信がある人はコロナ禍の収束の願いも込めてぜひ応募してみてください。YouTube でご覧の方はパリマラソンの公式ホームページの URL を概要欄に記載していますので、ぜひ確認してみてください。さて、本日のアラカフェットは2部構成でお届けします。第1部は僕大輔がお届けするフランス語レッスンです。会話ですぐに使える短く簡単で覚えやすいフランス語の表現をご紹介します。そして第2部は3月下旬にデビューされたミカエル先生をご紹介します。それでは早速本日のフランス語レッスンを始めましょう。今日はフランス語がうまく発音できていない理由、その第3弾です。正しい文法と正しい読み方でフランス語を話しているはずなのに、フランス人に通じない、よく聞き返される、見当違いな返事が返ってくる場合、うまく発音できていないかもしれません。うまく発音できていない原因は主に次の6つ。おさらいしておきましょう。1、日本語にない曖昧な音がうまく発音できていない。2、余計なところに母音が入っている。3、R の発音がうまくできていない。4、V、F の発音がうまくできていない。5、R と L がごちゃごちゃになっている。6、ビボイン、オンがアンになっている。
これまで1から4までご紹介しました。気になる方はぜひ第1弾と第2弾もご覧ください。概要欄に URL を記載しています。第3弾の今回は5と6について詳しくお話ししていきましょう。5 R と L がごちゃごちゃになっている。皆さんはフランス語の単語の読み方をひらがなやカタカナで書くとき、 R と L はきっちり区別して書いていますか？第1弾でもお話ししていますが、ひらがなやカタカナはもともと子音と母音が含まれているため、カタカナで書いたものをそのまま読んでもきちんとしたフランス語の発音にはなりません。ですからカタカナで読み方を記載するのは僕はあまりおすすめしません。できれば発音記号で書くようにしましょう。とは言っても発音記号を書いたところでその読み方がわからなくて、結局発音記号にカタカナを振っちゃったりしませんか？やっぱりカタカナで書きたいという気持ちはとってもよくわかります。ただカタカナで発音を書くとき、 R と L どちらもラリルレロで記載すると、どっちがどっちかわからなくなったりしませんか？例えば parler、話すという動詞ですが、カタカナでパルレと書いてしまうと、どっちが R でどっちが L かわからないですよね。パルレと R と L を間違えて覚えてしまうかもしれません。もしカタカナで読み方を書くときは、必ず R と L の違いがわかるように、R の方には色をつける、もしくは R はひらがな、L はカタカナのように自分でルールを決めておきましょう。R と L が逆転すると全く違う単語になってしまうものがあります。例えば、エレクション、選挙。エレクション、男性特有の生理現象ですが、気になる人は辞書を引いてください。フロテ、浮かぶ。フロテ、こする。ロア、法律。ロア、王様。日本語にはラ行といえばラリルレロしかないので、 R と L を間違えてもそれほど重大な感じもしませんし、話の流れでわかるでしょと思ってしまいがちですが、エレクションとエレクションを間違えると周りの人が赤面してしまう可能性があります。とにかくそれくらい大きな間違いだということがお分かりいただけたかと思います。さて、 R と L を間違えないでというのはお分かりいただけたかと思いますが、 L の発音についてもう少し詳しくお話ししましょう。 L の発音がうまく通じなかった、別の単語に聞き取られてしまったという経験をしたことはないですか？実は日本語のラリルレロはフランス人にはタティトゥテと、もしくはダディドゥデドと聞こえることがあります。原因はこの3つの発音の下の動きにあります。試しにラララララ、タタタタタ、ダダダダダと言ってみてください。どうぞ。ラララララ、タタタタタ、ダダダダダ。どうですか？3つとも
舌が同じような動きをしていませんか？ラララララ、タタタタタ、ダダダダダ。舌が上あごについて離れて、ついて離れてを繰り返してますよね。この似た舌の動きが L の発音が T や D に聞こえてしまう原因です。では、L と T と D は一体どう違うのかを探るために、今度は子音だけで発音してみましょう。まずは L。L は舌を上顎にピタッとつけたまま発音します。舌が上顎から離れないように気をつけてください。ル、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 ル。これが L です。L だけを発音するとき、舌は動きません。僕たちが想像するルの音とは違いますよね。でもこれが L の発音です。もう一度やってみましょう。ル、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 ル。ルルルルルにならないように注意してください。次は、て。ては舌を上顎につけて勢いよく離します。舌打ちの要領です。て、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 て。できましたか？では、次はで。でも、てと同じように、舌を上顎につけて勢いよく話します。てとの違いは、声が混じるか混じらないかです。やってみましょう。で、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 で。てに声を混じらせたものがでです。さあ、皆さんもすでにお気づきかと思いますが、L と T、D には決定的な違いがありますよね。L は舌が上顎についている状態で出る音。T と D は舌が上顎から勢いよく離れた時に出る音。L は後ろに母音が来て初めて舌が上顎から離れると覚えておきましょう。先ほどのラララララですが、ラララララというとき、舌が上顎にくっついている滞在時間をできるだけ長くすれば、てやでのタタタタタやダダダダダには聞こえません。難しいという場合は、上顎を軽く舐める感じで発音してみましょう。ちょっとやってみましょう。ラララララ。このちょっと粘っこい発音が L と覚えましょう。僕もあまりこの L の発音は得意ではありませんので、皆さんと一緒に練習してみたいと思います。では、次の単語を発音してみてください。そうですね。La ville。街という意味ですね。では、次は？はい。Les lunettes。メガネという単語です。もう一つ行きましょう。発音できましたか？La vulnérabilisation。脆弱性
という意味だそうです。使う機会がある人は頑張って発音してください。6、ビボインオンがアンになっている。まずフランス語のビボインについて確認しておきましょう。ビボインには次の4つの音があります。ウエン、ウエム、アエン、アエムの時のオン、イエン、イエム、アイエン、アイエム、ウイエン、ウイエム、イグレケン、イグレケムの時のアン、ユエン、ユエムの時のアン、オエン、オエムの時のオン。例外やその他の発音ルールが適用されない限りは、基本的にはこのように発音されます。ビボインは、んという時に口を動かさないで、口を開きっぱなしで発音するのが特徴です。そして、この、オンですが、喉の奥で言う、あにビボインのんをつけて発音するとうまく発音できますね。オンについて詳しく説明しているビデオの URL を概要欄に記載していますので、気になる方はそちらもご覧ください。このオン、カタカナで書くとアンなので、同じようにカタカナでアンと書くアンとの違いが分からず、ごちゃごちゃになってしまうことがあります。のび太くんがメガネを外した時の目のようなこの発音記号、アンは、日本語でアンパンという時の平べったいアンと発音してください。ただし、口は動かしません。アンとアンの違いは分かりましたか？このオンがアンになってしまうと全く別の単語になってしまうことがたくさんあります。例えばボン、ベンチ、バン、お風呂、アトンドラ、待つ、アタンドラ、到達する、エトンドラ、広げる、エタンドラ、消す。このようにほんの少しの発音の違いで全く別の単語になってしまいます。特にひらがなやカタカナで読み方を書くときに、どちらもアンと同じように書いてしまうと、ベンチもお風呂もバン、待つも到達するもアタンドル、広げるも消すもエタンドルとなってしまい、違いがわからなくなってしまいます。同じアンでもオンなのかアンなのかわかるように色を分けるなどして自分でルールを決めておきましょう。ちなみにこのオンとアンですが、国や地域によって発音にかなり差があります。南仏やアフリカ諸国ではオンをアンと発音し、アンをエンやエンと発音する人が多くなります。例えばトレビアンがトレビエンというふうに発音されることがあります。どちらにしてもオンとアン、2種類のアンがあるので、きちんと使い分けて今自分がどっちのアンの発音をしているのか分かるようにしておきましょう。さあ、ここまで3回に分けてフランス語がうまく発音できていない理由を一緒に見てきましたが、
いかがでしたでしょうか。発音は急にフランス人のように発音できるようになるということはありませんが、ちょっとしたコツで苦手だった発音がうまく発音できるようになることはあります。また人によってうまく発音できるようになるポイントというのは違います。アンサンブルの先生には発音矯正を得意としている先生もたくさんいますので、ぜひ先生と一緒にどうしたらうまく発音できるのか探っていってくださいね。いかがでしたか？今回のように知っておくと役に立つフランス語の一言は、アンサンブルで配信しているメールマガジン、無料メールレッスンでたくさん紹介されています。ご興味がある方は、ぜひアンサンブルアンフランセのホームページから無料メールレッスンにご登録ください。アンサンブルではフランス語学習に役立つビデオを続々と配信していますので、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた。アビアントー。大輔先生、ありがとうございました。アラカフェットは日本最大のオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセがお送りしています。この番組を聞いてくださっているすべての方にフランス語学習に役立つ特別なビデオ講座およそ1万円相当をプレゼントしています。詳細は番組の最後にお知らせいたしますので、ぜひ最後までお聞きください。続きまして番組の第2部はアンサンブルスタッフのよしこがお届けします。今回は3月29日にデビューされたすでに大ベテラン講師ミカエル先生をご紹介します。2004年からフランス語講師として活動されているミカエル先生はアテネフランセや東京大学など複数の有名大学で教鞭を取り、デルフ・ダルフの試験官も務めている経験豊富な講師です。フランス語を教えることは生きがいであり、人生のすべてであり、趣味でもあると即答するほどフランス語教育に情熱を注いでいるミカエル先生は、文法や発音の解説がわかりやすいのはもちろんのこと、愛用の黒板を巧みに使って教えるので、オンライン授業でありながら対面レッスンのリアルさも感じさせてくれます。いつでも明るくパワフル、何より前向きなので、自然にフランス語学習を面白い、楽しいと思わせてくれるエネルギーに満ちています。初心者から試験対策、専門分野に取り組んでいる上級者の方まで幅広いニーズに対応可能な講師です。底抜けに明るくポジティブなミカエル先生にパワーをもらいたい方、ぜひ一度レッスンを受講してみてくださいね。さて、本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうか。この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として iTunes や Podcast のアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。また番組では皆様からのご感想やフランス語学習に関するご質問をお待ちしております。アンサンブルアンフランセで検索していただき、お問い合わせからお送りください。番組内でご紹介させていただきます。そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブルアンフランセお問い合わせ宛てにお名前、アラカフェットを聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座をプレゼントします。たくさんのご応募をお待ちしております。それでは次回の配信でお会いしましょう。素敵な週末をお過ごしください。